こんにちは、ナナです。今回はシュガーパウダーを使ったシュガーハートのやり方とシースルーネイルをご紹介していきたいと思います。今回使う道具はこんな感じです。ちょっと風邪をひいてしまって声がおかしいですが、すみません。気合で頑張ってやっていきたいと思います。ぜひ読者登録していただけると嬉しいです。では早速今回もこの3本にデザインしていきたいと思います。薬指には黒のシースルーにシュガーハート、中指は赤のシースルーにシュガーハート、そして人差し指には黒のベースにハートをやっていくシュガーネイルをご紹介していきたいと思います。ベースを塗って下準備してある状態です。はい、ではベースのカラーから塗っていきたいと思います。ベースに塗っていくカラーはこういったベージュを使っていきます。ベージュがない方は白と茶色を混ぜ合わせていただくといいと思います。ではまず薬指と中指にベージュを一層きれいにムラなく塗っていってください。薬指と中指にはシースルーのネイルをやっていくんですが、シースルーを出すためにクリア感だけでクリアっぽいベースですね、ベースのカラーを塗っていただくだけでも大丈夫なんですが、こういった下にですねベージュを塗っていただくとシースルー感が増してくるので、ベージュの色を使っていただくのポイントです。はい、こんな感じで塗れたら硬化していきます。続いて中指にも同じように一層をきれいにムラなく塗っていってください。よく洋服などを思い浮かべていただくといいんですが、洋服もシースルーの下にベージュの生地が引いてあることが多いんですが、肌の色に似せるためにこういったベージュを下に引いていくのもポイントになってくるのでおすすめです。はい、では次に人差し指には黒のカラーを塗っていきます。黒はちょっと効果が悪いので、黒とクリアジェルを少し混ぜ合わせてこのように準備してください。同じように一層を綺麗にですね、ムラなく塗っていってください。ちょっと薄めて今回カラーを作っているので、ムラができるようであれば二度塗りしていただきたいんですが、綺麗にムラなく塗れるようであれば一度塗りで大丈夫です。はい、こんな感じで硬化していきます。はい、では薬指中指ですね、未硬化ジェル拭き取っていただいて、黒そして赤の縁取りをしていきたいと思います。まずは黒から塗っていきます。黒はそのままのカラーを使っていただいて大丈夫です。根元のあたりから円を描くように縁を取っていきます。斜めカーブのような感じの縁取りをしていきますので、根元のあたりから下にですね、先端の方につながるようにまずは線を描いていきます。そしたら次に根元のあたりですね、このようになぞっていただいて、最後に真ん中のところですね、黒を塗りつぶしていくんですが、真ん中はクリアを混ぜた黒を塗っていただくと効果がいいと思います。そして一度硬化していただいた後に先端もですね、少し細フレンチのような感じで黒がつながるように描いていきます。真上から見ていただいた時に少し黒い線が見えているような感じで大丈夫です。はい、硬化していきます。では次に赤の縁取りをしていくんですが、赤は通常の赤、そしてあとはライナー用の赤を使っていただいて、それを混ぜ合わせて少し固めのジェルですねを作っていただくと、アートがしやすい感じのカラーになってきますので、2つ混ぜ合わせてください。なければ通常の赤だけでも大丈夫です。黒と同じように円を描くようにですね、斜めのカーブを描いていきます。はい、こんな感じで赤バージョンと黒バージョンの縁取りですね、こんな感じです。しっかり硬化してください。では次に人差し指にもアートをしていきたいと思います。
と、ここは、真ん中に、赤のハートを大きく表現していきたいと思います。この大きく表現していく赤のハートは大きめの筆を使っていただいて大丈夫です。丸から書いて、雫を書くようなイメージで真ん中につなげていくように書いていくと書きやすいです。そして反対の方ですね。同じように、同じものを対称に書いていくと書きやすいです。ハートの割れ目の部分は、好き好きなんですが、極力ですね、割れ目の部分、深い方がハートきれいに見えてくるので、深い感じで作っていただくといいと思います。はい、では次にシースルーのカラーを作っていきます。クリアジェルとエアの顔料を混ぜ合わせて、このように黒と赤作っておいてください。クリアジェルがですね、3に対して、エアの顔料1滴で大丈夫です。はい、このように、一層ですね、塗るようにさっさとクリア感がある黒ですね、塗っていきます。あまりたくさん塗りすぎると、こうシースルー感がちょっと半減してしまうので、さっさと薄い感じで大丈夫です。はい、こんな感じで硬化していきます。では続いて中指、赤のシースルーも同じように、クリアの赤をさっさと上から塗っていきます。これだけで赤も黒もですね、本当にシースルー感が出て、とってもいい感じのデザインになってきます。根元に縁取りを入れたので、赤い、濃いところと薄いところがあるだけでシースルー感がたっぷり出てきますので、ぜひやってみてください。はい、ではこんな感じでベースのデザイン完成になりますので、一旦トップのジェルでコーティングしていきたいと思います。綺麗に光のラインが通るように一本ずつ綺麗に塗っていってください。いいねと思ったらいいねボタン押していただけると嬉しいです。今回私の風邪ですが、乾燥から喉がやられたと思うんですが、なかなかやっぱり乾燥しないようにと言っても、やっぱりあったかい部屋にいたいし難しいですよね。風邪ひかないように皆さんも気をつけてください。はい、こんな感じで硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えてください。はい、では次に薬指中指にですね、マットコートでマットにしていきたいと思います。一層綺麗にマットコート塗っていってください。ムラがないように気をつけてください。マットコートを塗る際ですね、筆の縦筋がつきやすいので、筆の縦筋つかないようにですね、柔らかく動かすように気をつけてください。中指も同じようにマットコートを塗っていってください。はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていきます。はい、こんな感じでマットの表現になります。では早速ここにですね、アート、ハートのアートをやっていきたいと思います。シュガーハートを作っていくんですが、まずベースでハートをアートしていきます。白と茶色でこのようにちょっとオフホワイトのカラーを作っていきます。少し茶色濃いめの方がいいです。細筆に変えていただいてハートをまず中心となってくるハートを描いていきます。アートをやっていくときにポイントになってくるのが、基本的にはですね、大きめの中心になってくるものから先に描いていきます。で、今回もハートのまず大きめのハートを中心に描いていきます。そしてその周りにですね、付け足すようにアートをしていくとバランスが取りやすいです。今回のハートは、定まった形のハートではなく、変形のハートを描いていきたいので、左右ですね、同じ大きさではなくて、小さめのものと大きめのものを組み合わせた、こう、変形のハート、大人っぽいハートですね、を描いていきます。下につなげるように、このように流れるようなハート、描いてください。
はい、こんな感じにかけたら一度硬化していきます。今回は続けて、ハートを描いていきますが、一個ずつですね、アートをしたら硬化していくのが間違いなく描いていけると思います。で、中心のハートに、横にですね、このように付け足すようにハート、これも変形ハートをバランスよく描いていってください。はい、こんな感じで硬化していきます。では次に中指にもハートを描いていきます。中指のハートは、ごめんなさい、薬指のハートはですね、シースルーのところに爪全体にハートをバランスよく描いたんですが、中指にはですね、またちょっと違った描き方をしていきたいと思います。赤の縁取りのところにはですね、ハートがいかないように、下のシースルーの部分にだけハートのアートをしていきます。これはどちらでも、中指でも、薬指でもですね、どっちでもバランス可愛くやっていけるので、お好きな方で見て楽しんでやっていただけるといいと思います。同じように中心になるハートから描いていただいて、周りにハートを付け足していきます。で、今回ここの中指に関しては、赤の縁取りにかからないように下に入っているような感じですね。で、描いていきますので、赤の縁取りのラインに合わせてハートを描いていくと、バランスよく描いていけると思います。はい、こんな感じで硬化していきます。はい、こんな感じで、ハート書いていただいたら、未硬化ジェル拭き取っていただいて、早速、シュガーパウダーですね、使っていきたいと思います。いいねと思ったら、いいねボタンお願いします。では、今回使っていくシュガーパウダーですが、シュガーパウダーのホワイトと、通常のラメのゴールドとホワイトシルバー、3つを混ぜ合わせて、このように、パウダーをですね、準備してください。ではハードジェルを使って糊代わりになるものですね、塗っていきたいと思います。先ほど描いていただいたハートのアートですね、ベージュの部分に同じようにハードジェルを細筆でなぞるように塗っていきます。これが糊代わりになってきます。こんな感じにハート全体にですね、ハードジェル塗り終わったら次にパウダーを振りかけていきます。このようにパウダーをすくっていただいて上から振りかけるようにかけていきます。ある程度まんべんなくこうかけていただいたら、あとは爪をポンポンとやって、いらないものですね。こう落とすような感じでポンポンポンとやっていきます。ちょっと足りないところには、またパウダーですね、足していただいて、同じようにポンポンと振って、これでいいかなっていうところで硬化していただくといいです。はい、こんな感じで一度硬化します。硬化が終わったら、ダストブラシで払っていただくと、こんな感じにハートの部分にだけ、シュガーパウダーですね、ついた状態がこんな感じです。とっても可愛らしいハートがですね、こう主張されて、とってもいいデザインになってくると思います。で、しっかりとこうハートの部分ですね、ラインが通っていった方が綺麗なので、どうしてもラメ、パウダーを使っていると、周りの部分ですね、トゲトゲとしやすいので、こういったヘラなどで、少しなぞるように、いらない部分取っていただくと綺麗なライン出てくると思います。では他の周りの部分のハートも同じようにですね、ハードジェルを塗っていただいてシュガーパウダー振りかけていきます。1本ずつやっていただいた方が確実ですが、ちょっとハートの数を増やした場合はいっぺんにやっていただいても問題ないと思います。はい、こんな感じで、黒のシースルーの指ですね、シュガーハート完成になります。とてもこうシースルーの上にですね、ハートが乗っている感じもとても可愛らしいと思います。では続いて中指に
にも同じようにシュガーですね、振りかけていきたいと思います。同じようにクリアジェル、ハードジェルでですね、ハートをなぞるようにのり付けをしていただいて、シュガーパウダー振りかけていきます。ちょっと個数が多いので私はいっぺんにやっていきます。どうしてもクリアジェルですね、時間が経つと垂れてきてしまうので、それが心配な方は1個ずつ、もしくは2個ずつとかでですね、バランスよくやっていただくといいと思います。硬化が終わったらダストブラシでいらない部分払っていただいて、同じようにですね、ラインの部分に関してはラインの部分と、こうハートの割れ目の部分ですね、いらないところをこのようにヘラで取り除いていきます。こういったちょっとしたですね、細かいところがですね、綺麗な仕上がりに関わってくるので、少しここら辺気をつけていただくといい仕上がりになってくると思います。はい、とっても可愛らしいシースルーのシュガーハートになりました。では続いて人差し指ですね、こちらも今度はですね、赤のハートの周りの黒の部分にシュガーパウダー振りかけていきたいと思います。黒ラメを使っていきます。さっきのですね、ハートとは逆に、今回はハートの周りの黒の部分にですね、のり代わりになるハードジェルを塗っていきます。ハートがこうくり抜かれているような感じを表現していきたいので、しっかりとですね、ハートのライン、こうクリアジェルでなぞるようにしっかりラインたどってください。ハートを囲っていただいた後に、最後しっかりですね、爪の周りにまでクリアジェル塗っていただいて、同じように黒のパウダーを上から振りかけていきます。全体に黒のパウダーを振りかけているので、ちょっとびっくりする感じなんですが、しっかりですね、硬化が終わったらダストブラシで払っていただくと、こんな感じで、しっかり赤のハートがですね、くり抜かれているような感じが表現できると思います。ここの指に関してもですね、シュガーパウダーしっかりラインのところですね、いらない部分取り除いていただくと、綺麗なラインが通ってくると思います。はい、こんな感じでシュガーハート完成です。これだけでも十分とっても可愛いんですが、今回はせっかくなので、ここに少しストーンを足していきたいと思います。足していくストーンはオーロラとスタッツのシルバーを使っていきたいと思います。今回はこのシースルーの黒と、シースルーの境目のラインですね、ここに少し輝きを出していきたいと思います。ライン上に大中小といった感じでストーンを並べていきたいので、のり代わりになるクリアジェルを乗せていただいて、順番にストーンをこのように並べていきます。アーチを描くようにですね、ストーンを並べていただくと綺麗な感じになってくると思います。では続いて中指も同じようにですね、境目のところでアーチをかけていきます。そして人差し指にはですね、ハートの上下、上と下の部分にですね、少しストーンをちょんちょんと乗せていきたいと思います。このストーン2箇所入れてあげるだけでも、輝きが出てとってもいいデザインになってくると思います。縦につながるように、これもですね、大中小という風に入れていただいても可愛いと思います。はい、こんな感じで完成です。今回はベースにシースルーのネイルをした上にですね、シュガーハートのやり方をご紹介させていただきました。薬指のように、ハートが浮き出ているような感じと、中指のようにシースルーの中に埋まっているような感じのハート、
いろいろと楽しんでいただけると思います。シュガーのカラーを変えていただいても、いろんなデザイン広がってくると思います。ぜひやってみてください。少しでも参考になれば嬉しいです。今回も最後までお付き合いありがとうございました。